です。本日は8月21日、原発ゼロまであと25日となりました。毎日お送りしています、私の原発ゼロへの道、どんどんアクセス数が徐々に増えてきたりして好評です。というわけで今日は何をするっていうことなんですが、ツイッターのフォロワーが6300人になり、Facebook のお友達が3000人を越した記念に、公約通り、腹筋をしながら日米原子力協定を読みたいと思います。どうもありがとうございます。何のために腹筋、意味はありませんけれども、なんとなくガチンコでいいかなと思ったのと、お腹の脂肪を燃焼したいからです。まずこちらですね、 PDF でホームページに出ています。誰でもダウンロードできます。こちら31ページの PDF ファイル読みまして、私ポイントかなと思うところをいくつか皆さんとシェアしたいと思います。こちら昭和63年7月2日に、改めて、提携されたもので、もともとは1968年に2月26日に署名された原子力の非軍事的利用に関する協定のための日本国政府とアメリカ合衆国との間の協定ということなんですね。で、これはアメリカ合衆国との間なんですけれども、この一番下に書いてありますが、両国政府が国際原子力機関の目的を支持していること、および両国政府が不拡散条約への参加が普遍的に行われるようになることを促進することを希望していることを確認して、次の通り協定したと書いてます。この国際原子力協定っていうのは IAEA のことですね。 IAEA に、が基本的に管理するよということと、核の不拡散条約、世に言う NPT ってやつですね。その NPT、 ニューヨークの国連で行われる核兵器廃絶のための会議なんですが、そちらとセットでやりますよということで、基本的に、NPT っていうのは核兵器は廃絶するけど原発は進める、核の平和利用推進の、グループというか機関なのではないかという気が改めてしました。基本的な、1、これはIAEA 国際原子力機関とアメリカによる日本への原子力の押し付け条約じゃないのっていう感じが表紙からプンプンしてきました。で、中を読んでいきます。その中に、一方の当事国政府またはその認められたものは受給者と供給者との間の合意によって定める条件で、資材、核物質、設備及び構成部分を他方の当事国政府もしくはその認められたものに提供し、またこれらから受領をすることができる。つまりアメリカと日本両国の間で、ウランやプルトニウムなどを売買することができますよという、原子力ビジネス協定というところがあるわけですね。で、いずれか一方の当時国政府がこの協定の効力発生後のいずれかの時点において、違反する場合には、この協定の下での協力を停止し、この協定を終了させ、この協定に基づいて移転された資材、核物質、設備及びは構成部分またはこれらの資材、核物質、設備およびは構成部分の使用を通じて生産された特殊核分裂性生物のいずれの返還をも請求する権利を有するって書いてあるんですが、アメリカの合衆国もこれらの協定に基づいて移転された資材、核物質、設備もしくは構成部分、これらの資材、核物質、設備もしくは構成部分において使用される核爆発装置を爆発させた場合には、日本国政府は一に定める権利と同じ権利を有するって書いてるんです。つまりこの協定を破ったら機関との保障処置協定を終了させ、もしくはこれに対する強大な違反をする場合には、その今までやり取りした核物質の返還を要求する権利があると。で、またこの協定を終了させる権利があるって書いてあるんですね。で、
何をやっちゃいけないかということなんですけれども、協定の中では基本的にはこの協定は平和的利用に対する、協定なので、軍事利用しちゃいけないって書いてあるわけなんですよ。ここに書いてあります。またいかなる核爆発装置の研究または開発のためにも、またいかなる軍事的目的のためにも使用されず、また協定第2条2に規定する当事国政府と機関との間の協定に伴い保障処置の適用を受けるって書いてあるんですが、軍事的目的のために使用しちゃいけないと、これは日本もしちゃいけないしアメリカもしちゃいけないっていう話なはずなんですよ。ただアメリカはこの1988年以降も、またその最初に提携された時以降も、あの 核開発、軍事的な開発や劣化ウラン弾の開発、そしてイラクなどに劣化ウラン弾を、落としているわけで、あれ?と思ったんですよ。アメリカの劣化ウラン弾は日米原子力協定の違反じゃないのかなって思ったんです。でこの協定を見ると違反してる場合は終結をすることができるので、ひょっとしてこの一点で、日本は原子力協定やめることできるんじゃないかしらと思ったんですけど、私間違ってますかね。皆さんぜひこれ熟読していただいて、政治家の方も熟読していただいて、こうちょっと不平等な部分がかなり多い気がするので変えていただきたいなと思います。でさらに変だなって思うのはですね、その国内の原発などの施設を日本国民の意思だけでやめれなさそうっていう部分なんですよ。どういうことかっていうと、核燃料サイクルの、施設やそれに関する施設、あとでここに載ってる施設なんですけども、これらを停止する場合はなんで停止しなきゃいけないのかという理由を、両国にちゃんと報告して、国際機関にも報告しなきゃダメだし、基本的にその停止は悪いことなんで、その停止する理由を解決して進めなさいってことが書いてあるんですよ。当該停止の経済的影響を慎重に検討し、かつこの実施対局諸局局の下で国際的な原子力取引及び燃料サイクルの運営の撹乱を回避するために可能な最大限の努力をする。両当事国政府は協定第14条の規定に従い、これらの問題を解決するため第三者に委託することを合意することができる。停止を行った当事国政府は停止の原因となった事態の進展を絶えず再検討し、かつ正当化され次第停止を撤回する。両当事国政府はいずれか一方当事国政府の要請があった場合には直ちに当該停止の撤回のための根拠の損費を決定するために相互に協議する。自分たちの国の原発の施設をやるかやらないかとか住民の人が決められることで、お前ら口ですんなっていう気持ちが少々するんですが、いかがでしょうか。またこの核燃料サイクルの事業ですけれども、世界的に危なすぎて日本以外の国はもう撤退してるんですね。でアメリカももう撤退してるのに、それを日本に押し付けようとしてるんじゃないのかなっていう気がしています。でこの再処理、形状もしくは内部の変更または貯蔵のための施設っていうことで書いてあるんですが、茨城、米国、フランスと、フランスのラ・アーグ工場、セラフィールド工場のことが書いてますが、アメリカの施設はどこも、明記されていません。アメリカは本当にやっていないのか、もしくはやっていたとしても軍事的な理由もあるってことは隠しているのか分かりませんが、もしこの協定をきちんと平等に読むとしたら、アメリカもどこに何を所蔵しているか、日本の協定を結んだ日本に報告しなきゃいけないわけだし、書いてないのはちょっとずるいなと思いました。そしてプルトニウムが置かれるその他の施設ということで書いてあるのが、福井の普賢だったり茨城の常陽だったり、福井の美浜原発だったり、敦賀発電所だったり、茨城の日本原子力研究所だったり、
茨城の動力炉核燃料開発事業団だったりします。また付属書3第1条に関係するその他の施設、これらの施設も、アメリカや機関 IAEA の許可なしに勝手に停止したら困るぜと言われてるんですけれども、ここに、全国の原発の名前が書いてあります。なるほどなっていう、こういう背景を私たち、日本人もきちんと、理解しながら声を上げていけたらいいんじゃないかなと思います。というわけで、原発ゼロまであと25日、今日は日本原子力、日米原子力協定を読むでした。